はい、どうもおはようございます、ナッチでございます。寝すぎたね。昨日あのスタンプが発売されてからちょっと安心して眠りについてしまってで結局起きたのが5時ぐらいに起きまして、で飯食って、でまたね10時ぐらいから眠くなってしまって起きましたら1時ということで、なんだかんだ8時間ぐらい寝たのかな。まあそんな感じでいい休息になったんではないのかなと思います。はい、撮影終わったらねポケモン買ってこようかなという結局結論に至りましたので、ポケモンしながらね、まあ、ポケモンは片手でできると思うから、なんか周回しながらポケモンやりたいと思います。パズドラとりあえずベースだからね。はい、ということで、タウロスメアが今リーダーになってますけども、もちろんこの子でダンジョン挑むわけではありません。リーダースキルないんでね、ハロウィンとかでは忘れててやってなかったんですけど、ヒロインガチャ5回引いて出たキャラでダンジョンに挑むというシリーズやっていきます。挑むダンジョンはナイトメアストリートかな、行きたいと思いますので、5回勝負1回勝負じゃない、5回勝負、まあ、何が出ても文句なし、シーナ5回でも文句なし。僕このガチャから出るキャラクターを2体ずつしか取ってないので、3体以上同じキャラが出ると困るってのはあります。行きましょう。で星6が1体ぐらい出てくれると戦力的にも助かりますね。まあ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 、分かってたよ。モミジでございます。キー光回復作るんで、キー光回復が必要なキャラならまだなんとかなる。さあ2回目、あま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 あ、キー光ですからね、属性は今んとこいい感じ、いい感じだけどちょっと嫌な予感がするね。うん、星6出ないかな。割と出ると思うんだけどね、5回も引いたら。うわ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 、なんか星5を全てかき集めたみたいなパーティーになるんじゃないこれ。フレンドはなんか多色リーダーでさ、絶対そんな感じだよねフレンド多色リーダーこれ確定です。おおおお、いやでもここでこいつが出ると逆に染めにくいよな。こいつとメルがたくさん出たりしたらこいつ確定だったんだけど、これ多色リーダーかな、フレンドね。ああ、助かる子が出た。ナビー来ました。リーダーナビーだな、これナビーまだ使ってないんですけどね、この後動画で使おうと思ったんですけど、ここで出ちゃいました。あとモミジとシーナとスキル順の方がいいか。モミジがここ、シーナが、ここ、で、オナリスだよね。オナリスがここですね。はい、こんな感じでしょうか。回復力上がるんで HP バッジでいいかなと思ったけど、広くなるから指欲しいかな。まあいいや、行ってみよう。で、個人的に思ったのが、これフレンドね、ナビナビだとやっぱり火力低いじゃないですか。で、あいつが強いらしいんだよね。ナビフレンドいるけど、アーマーとザキが。魔法師と合わせたら強いんじゃないのかなって思ったんですよね。実際にツイッターでもパーティー見たんで、イルミナが欲しかったって人いるし。悲しいな。で、HP 上がるもんね、これね。ドロップ4個。で、広いからドロップ4個以下で消せないっていうのも多分大丈夫だと思います。5個からってことかな。5個から消して、こいつも3属性だもんね。いいんじゃないこれ、相性どうです。まあ実際に使ってみましょう。タッチペンの滑り悪っ。まあ回復も5個で消さないといけないというのはめんどくさいですけど、これ火力そこそこ出るよね。やった、ナビ引けてよかったね、これ。ナビ出なかったら相当ね、渋かったと思うよ。まあ、渋い動画の方がさ、みんなは見たいんだろうけどさ、やってる身としてはやっぱりね、少しは快適の方がね、助かるんでね。あー、ちょっとコンボ吸収はめんどくさそうですけど、
あ、でも魔法師が確かできるんだっけ、コンボカさんがね。必要色が少ないっていうのは嬉しいですね。落ち込むほとんどありませんが、あー、タマちゃんが貫通できない。バインドきますが、これはクイックキュアで解除していきます。こういう時にクイックキュア便利なんですよね。このダンジョンはフロストメアだったかな、そいつがたくさんバインド、そいつがバインド持ってるんですけど、まあそういうキャラが何回も出てくるダンジョンだとクイックキュアって意外と使えたりしますが、あまりバインドが来ないダンジョンとかね、難しいダンジョンだとあんまり使えないですよね。回復入れたいよ。よし、いいねこれ。もうちょっとパーティーがしっかりしてて操作時間長かったらもっとねプラスアルファで組めると思うんですけど、ちょっと今は 3,4 色が限界ですね。でも意外と操作時間あるからもうちょっと頑張ってもいいと思ったらこうなるからね。意外と5個ってのが難しい。怒ったよ、怒っちゃったよ。あんまりこいつらの行動見たことないからさ。あ、そう、今日やっとねあいつが出ました。グリーダが出たんで、今日明日とまだ2倍なのかな。今日明日で終わっちゃうんでね、ぜひ持ってない方は狙ってみてください。早いな、もうボスまで来ちまったよ。じゃあ三色陣使おうか。これ使ってコンボカさんもしちまって、回復でもいいんだっけ。ナビちゃんはダメか。あ、ダメなんだ。落ち込んくるとも思えんから、いやでもワンチャンオナリスちゃんがね回復を変えるって可能性がある。闇と回復水に変化きましたね、これいいじゃん。あ、そっか、コンボカさんこっちもあるんだ。しかも2コンボなんで、こっちの方が倍率というか数的には良かったかな。んじゃあ木組んで、水組んで、木組んで、よし、どうよ。落ち込んきたし、9コンボ9コンボ素晴らしい。強くない強くない、なんか普通に強くないっていう動画になっちゃった。これこの後ナビ使う意味あるかわかんないけど、強くない、ナビ魔法師強くない、普通にね。スキル封印もこの子全部稼いでくれてますし、まあ、やっぱサブかな。うん、どっちかっていうとナビ魔法師に可能性を感じたっていう動画になってしまいましたが、ナビが出てくれたおかげですごい簡単にクリアすることができましたね。シーナちゃんがあまり活躍できなかったけども、このモミジと、オナリスで三色陣を作ることができたりだとか、うん、まあ、シーナもでもキラーが何かに刺さってたと信じたいね。ということで割と簡単な感じで終わることができました。まあ石50個使うんでね、動画外でやる意味はあまりないと思いますが、皆さんもぜひこのナイトメアストーリー、ヒロインガチャだけで出るキャラクターでどっか挑んでみるってのも面白いんじゃないのかなと思いました。次回はねナビをねサブもうちょっと強くして使ってみたいと思います。以上、ナチでございました。バイバーイ。